皆さんこんにちは。今日は2021年2月2日の節分ですね。私は結構毎年恵方巻きを食べるので、恵方巻きを食べようかと思います。ただただ私が恵方巻きを食べる動画になっちゃうので、まあお暇な方付き合っていただければと思いますけれども、もしよかったら一緒に食べて開運招福福を呼び込みましょう。セブンイレブンの恵方巻き買ってきました。以前ね、おでんの CM 出させていただきましたけれども、お世話になってますセブンイレブン様。では開けます。なんか大きいのとちっちゃいのとあったので、私ちょっと映えを狙って大きめを買ってきたんですけれども、ちっちゃいのもあったからぜひおすすめです。できました。こんな感じで、うちの今年のこう向くといい方角があっち、南東、南東だそうです。南南東を向きながら黙々と恵方巻きを一心不乱に食べるということになりますけれども、まあこの動画5分で終わりますんで、もし食べきれなかったらいいですけど頑張って食べて、もし時間が余ったら節分開運プチ情報みたいなことを最後喋ろうかなと思います。じゃあこれからちょっと一心不乱に食べますので、すみません、おとなしくなります。皆さんに良いことがありますように、私にも良いことがありますように。じゃあいただきます。なんとか食べきりました。なんか途中恵方巻きから口離しちゃいけないんだっけかなとかいろいろ思って迷いも生じましたけれども、とりあえず全部食べきりましたので、皆さんにも私にも良いことが起こりますように。もうすぐ終わっちゃいそうなんですけれども、今日は節分は大晦日にも当たるらしいので、日本の古い暦では、なので明日の立春が元旦みたいな感じで、断捨離とかするといいみたいですよ。大晦日だからね、明日から新年です。皆さんありがとうございました。